トレーニングは食事の前に行った方がいいのか、後に行った方がいいのか、こういう質問が多いですね。でこれに関してね、ざっくり言うとですね、まず、空腹状態の時っていうのはトレーニングしてはいけないという大前提のもと話していきます。空腹の時を避けて、行うんですけれども、まあ普通に考えて食後にトレーニングを行うとちょっと吐きそうになりますよね。吐いてまうんで、食後のトレーニングも別にやってもいいんですけど、そういう時はね、心拍数があまり上がらないような、腹筋のトレーニング、それから中殿筋とか、小殿筋とかインナーマッスルのトレーニングですね、心拍数があまり上がらずに吐かないようなトレーニングを行ってください。で食事の前はね、空腹でないということが条件ですけども、その中で行う場合は普通に筋トレを行って有酸素運動を行って、それでいいと思います。ただこうトレーニングの直後にご飯ってなると、食欲ちょっと湧かないかもしれません。少しね、間を空けた方がいいと思います。で朝からね走る人とか多いと思うんですけど、朝食を取らずにね、走る人も多いと思います。朝食を取らずに走ってしまうとですね、悪いことがあります。まずねエネルギーとして消費されるまでの過程として、最初に糖質っていうのが燃やされるんですけども、糖質が燃やせる時ですね、この時ビタミン B1 がないとですね、糖質がうまく燃えてくれません。それから糖質の後は脂質が燃えてくれるんですけど、その脂質をうまく燃やそうと思ったら、ビタミン2とビタミン B12 ですね、で最後に、タンパク質が代謝されていくんですけど、その時はビタミン B6 が、ないと、きちんと代謝してくれなくって、脂肪になりやすくなってしまうということがあります。走ってるのに全然痩せねえじゃんって言うてる人はね、こういうパターンが多いですね。きちんとその栄養素、代謝が進むような栄養素を取ってから、走るようにすると効果的なんですけど、まあ、空腹で行ったりとかね、そういう人が多いので、走っても痩せないということになってしまいます。でさらにね、ビタミン B6 をうまく使うためにはビタミン B2 が必要だったり、ナイアシンをうまく使うためにはビタミン B6 が必要だったりっていうふうな、相互関係がありますので、何か単一の栄養素だけ取ってしまったらこうバランスがね、悪いかもしれません。ですのでこう栄養のバランスが取れたものを食べましょうというふうに一般的に言われてます。それはそういう栄養の相互関係があるからそういうふうに言われてるんですね。ということで、その他ね食事に関する質問とかあればまたこの動画のコメント欄の方に書き込んでください。それからこの動画で話したことのもっと詳しい情報をブログの方にも書いてます。ブログの URL は動画の説明欄に貼り付けておきますので、ぜひ見てください。以上です。より効率的で短期間に鍛えたい人はこちらの厳選された有料動画を見てください。素晴らしい内容にしてます。